皆さんおはようございます。ジャパビューのタクです。現在2023年3月18日、朝の5時55分で4時55分でございます。で今はですね、東急東横線の日吉駅に来ております。で朝現在5時55分ですけれども、ご覧の通りですね、多くの人が日吉駅前にいらっしゃっております。でその理由はですね、本日から、新しい東急線が、開通するということで、これだけ多くの人が、日吉駅にいらっしゃっております。でおそらくこちらの列はですね、今日発売される記念切符を購入する列だと思われます。で私もですね、なぜ今日こんなに、今4時55分ですけれども、今日なぜ来たかというと、この東急東、新横浜線の、始発電車に乗ってみようということで本日やってまいりました。はい、こちらが、新しい電光掲示板ですね。東急新横浜線、新横浜二俣川方面ということで、新横浜線としてはこの日吉駅が、新横浜方面始発で、次の5時10分の、一番最初の電車に乗って新横浜まで今日は行ってみたいと思います。はい、もう間もなくですね、始発一番列車がやってまいりますので、ホームに降りてですね、一番列車を待ってみましょう。はい、このように新しい掲示板ができまして、昔は東横線しか書いてありませんでしたが、今日からは新横浜線という文字がこのようにできました。こちら5時10分が新横浜線の始発ですね。あと8分です。おそらくこちらの電車が始発電車だと思われます。今朝の5時5分ですけれども、非常に多くの人がすでにプラットフォームにで待っていて、一番電車の発車を待っているというような状況です。はい、こちらは回送電車でした。日吉駅発車の一番電車はこの後にプラットフォームまで来るということです。今何号で、現在5時10分です。あ、一番電車の明かりが見えてきました。日吉駅を出発する、新横浜線の始発列車が日吉駅に入ってきました。では早速乗り込んでですね、新横浜まで行ってみましょう。びっくりするぐらい混んでおります。
閉まります。ご注意ください。This train is a local train bound for Ebina on the Sotetsu line. This train will operate as a local train in Sotetsu line.
本日も東鉄線をご利用くださいましてありがとうございます。はい、ということで約8分で日吉から新横浜までやってまいりました。これが、下り線ですね。下り線の東急新横浜線の始発電車です。はい、ここまで多くの人がいるとは想像してなかったです。はい、でここからが相鉄線としてのスタートですね。はい、この後この電車は海老名まで行くみたいです。このホーム、この駅自体がですね、おそらく新しい駅だと思われますので、この電車が出発した後にこの新しい駅をちょっと探索してみましょう。はい、このように大変多くの人が集まっています。こちらが新しい、東急新横浜線の新横浜駅になります。現在朝の5時半ぐらいですかね。ちょっとこの新しいプラットフォームを、散策をして、あと駅もちょっとどんな感じか見てみたいと思います。せっかくなのでですね、ホームから、新幹線の駅まで行ってみたいと思います。まあ、どれぐらいで乗り換えできるのかっていうのをちょっと確認してみましょう。ということで、こちらに新幹線と JR 横浜線と市営地下鉄ブルーラインということで案内がありますので、ここからですね、ちょっと新幹線の駅まで行ってどれぐらいで乗り換えできるか確認してみたいと思います。はい、こちらはおそらく地上階だと思われます。結構広いという印象を受けますね。はい、でもやはり真新しい駅だなという感じがいたします。日吉から今新横浜駅まで250円ですね。まあ、2駅だけなんですけれども250円だったので、まあ、ちょっとやはり新鮮ということもあって、それなりの値段がするなというような感じです。はい、ということで今日始発電車発車しましたので、東急新横浜線が、もう本当に通常運転が始まったというような状況です。はい、新幹線の駅まで行きたいのですが、新幹線はこっちですね。
はい、ということで地上まで来ましたが、2階の、連絡通路まで地下からつながっているようです。はい、ということで地下鉄から、新横浜駅、JR の新横浜駅までやってきました。地下鉄はですね、やはり新しい路線ということで、結構深いかなという感じもありましたけれども、でもそれでもですね、そんなに歩くことなく、おそらくですね、急げば5分から10分ぐらいで乗り換えできるんじゃないかなというぐらい、そんなに苦痛に感じるような距離ではなかったですね。なので本当にスムーズにこれから乗り換えができるようになるんじゃないでしょうか。確実にですね、本当にアクセスは向上したと思います。ということで、ちょっと地下鉄の駅まで戻って、次は新綱島駅の方に向かってみたいと思います。ということで、新綱島駅に到着しました。こちらも真新しい駅ですね。ちょっと新しい駅を見て回りたいと思います。
ということで、新綱島駅はこんな感じですね。ちょっと地上の方にも行ってみたいと思います。新しく今日オープンした新綱島駅ですね。ここが新しい新綱島駅の、入り口もしくは出口ですが、従来のですね東横線の綱島駅からは、結構離れてるなという印象です。もしかするとそうですね、綱島街道も渡らなければいけないので、従来のですね綱島駅からこちらの新綱島駅にはもしかすると10分ぐらいかかってしまうかもしれません。はい、こちらが新しい新横浜線の新綱島駅の改札になります。ということで以上で、本日2023年3月18日に開通をした、新横浜線に乗ってですね、日吉から新横浜まで行ってみました。はい、以上となります。もしよろしければチャンネル登録といいねボタンを押していただけると非常にありがたいです。では失礼します。